こういういね大変な状況ですねだからこそ役に立つねあのケネディの言葉がありますので今日はねそれを紹介させていただきたいと思います常識なんてクソくらいでこの常識を壊してうまくいったというね事例っていうのは、まあ、結構いっぱいあるんですけど例えばですねあの <music> はいレスポンスの山田です今日はですねまあクリスマスですかねまあなんですか なかなか今年も終わりなんですけど、ちょっと前にね、こうヨーロッパかの方で、まあ、コロナのね、新しいのが見つかって、なんか感染力がもう全然7倍 ?7 倍じゃない ?70% 増、ま、しか。7割増しのものが出てきたりとかっていうので、ね、またこれが、ね、ちょっとどんな影響がね、出てくるのかっていうのはありますけど、こういうね、大変な状況ですね。だからこそ役に立つね、あの、ケネディの言葉がありますので、今日はね、それを紹介させていただきたいと思います。で、まあ、どんな言葉かというと、 常識なんてクソくらいというね、言葉になります。まあね、いきなり何言うねんっていう感じなんですけど、<laughs> 思われたかもしれないですけど、ダン・ケネディっていうのはですね、あの、これを見ておられる方はね、まあご存知だと思うんですけど、まあダイレクトマーケティングのね、世界的な権威で日本でもね、あのいっぱい本とかも出てますし、まあたくさんのね、起業家を億万長者にしてきたという実績からね、億万長者メーカーという風に言われてたりするんですけど、そのダン・ケネディが言ってるのが常識なんてクソくらいという言葉になります。 まあね、あの、常識なんてクソくらいっていうのはね、まあ、ケネディらしいちょっと激しい言葉ですけど、まあ、常識を疑えとかね、あとは常識を壊せっていう言葉で、ビジネスをね、あの、学んでおられる方が、であればね、こう、どっかで聞いたことある言葉なんじゃないかなっていうぐらい結構有名な言葉ではありますよね。なんですけど、僕ね、結構、あの、本を読み始めた時に、まあ、いろいろこういうふうなね、言葉によく当たって、 こうこれまあまあ、まあ、言ってること分からんでもないんだけど具体的に何言ったらいいか分からないしちょっとよう分からんなみたいな感じに思ってたんですね。なんですけど実際ねこうすごくね圧倒的な成果を出してる人たちっていうのは結構ねその業界の異端児みたいな。 ことであったりすることがよくね、あるというか、まあ結構ケースとして多いなっていうのはまあまあ分かってたわけですね。なんでまあでもど、どうしたらいいんやろうなっていうふうに思ってたんですよ。なんですけど、こういうね、こうコロナとかで今までのね、こう状況が全然変わってしまったっていうような時には、こういうね、常識を疑うとか、まあ常識を壊して成果を出すっていうのはすごくね、あの、やりやすい状況にはなってるので、まあこれね、どうやって使っていくのかっていうね、まあヒントになるような、まあ事例とかをね、交えながら今日はね、お話しさせていただきます。で、この常識を壊してうまくいったっていうね、事例っていうのは まあ結構いっぱいあるんですけど、例えばですね、あの、カミソリを売ってるジレットっていう会社ありますよね、T g のカミソリね、今でも売ってますけど、そのカミソリを売ってるジレットですね、で、もともとはそ,そのジレットっていう会社はですね、もっと本格的なね、あの、カミソリを売ってたんですよ、こう、熱い。まあ、多分ですけど、あの、床屋さんがね、使ってるような、まあ、床屋さんは今でも使ってるのかわかんないですけど、ここね、長いやつですよね、こうどか、歯がもっと分厚くてっていうね、ほんで泡塗ってこう、シャーってやるみたいな、ね、そういうふうなものを売ってたみたいなんですけど、でそれをみんな使ってたと。なんで、おひげを剃ろうと思った からね、そのずっと使うじゃないですか。そしたら。 だだんだんボロボロロなってくるとなので定期的に研がないとねあのちゃんとね使えなかったという問題問題とかね今から考えたら問題があったんですねなのでもうその考えたわけですよ面倒くさいなとこう研ぐのをねなのでいい方法ないかなっていうのでできたのが持つところはねいつも一緒にしてこの刃を薄くして使い捨てにしてこれを変えていくとでそうすることでこうね研ぐという手間をね省こうというふうに考えて作られたのが、ね、この T ジのカミソリということですねあの刃を変えていくことで、まあ、捨てればいいのでねあの研がなくて いいいという形になっってててそれがボーーンンとととヒットして、まあ、スタンダードになないいたということですねなのでこうねカミソリで言ったらこうね分厚いねこうでっかいやつっていうイメージだったんですけどそうじゃなくて定時のね買えばというもの,のそういう常識をね前のねカミソリっていうものの常識を壊して新しいものを作って大成功したというようなことなんですね。 で、このね、買えばのカミソリですね。これがね、もう今となっては普通なんで、まあね、それはそっち使ったらいいやんっていう話なんですけど、当時の状況を考えて、ね、イメージしてもらうとですね、まあどんなことが起きたかというと、まあおそらくなんですけど、普通のカミソリね、売り上げ落ちてますよね。その買えばみんな使うことになるそういう風になっていくと、その普通のカミソリ売ってる人からしたら、T 字のね、カミソリを売る事例とはどういう存在かっていうと、めちゃめちゃ迷惑の存在なんですね。で、こういうね、常識を破って大きな成果を出すと。 いう人はです、ね、大体ね今までのやり方をやってる人からすると大迷惑な存在であることがまあ、まあ、ほぼほぼ100%そうなんですよね。まあ、例えばそうですねこう新聞の業界にとってですねあの何て言うかネットでニュースをリアルタイムで配信するっていうのはめちゃめちゃ迷惑じゃないですか。で実際こう落ちていってますよね売り上げがね。とかアマゾンとかはですね、まあ、店舗でね本を売ってる人からすると迷惑ですし、まあ、iTune s とかねあのネットでこう音楽をダウンロードできるっていうような方法をやる。 っていうのは cd を売ってる人からするとめちゃめちゃ迷惑ですよねなのでこういうねあの常識を破ってやるってい言って絶対こうね既存の今までのやり方をしていると利益が出るという人からすごくこうね風当たりが強いというかね批判を受けるということになりますそしてですねこの業界の常識とかっていうのはあると思うんですけどこの業界の常識っていうのは多くの場合ですねその常識 っていうよりも今,です、ね、今の状況で一番上トップにいる企業にとって都合のいいものであることが、まあ、ほとんどです。な、ま、ん、あ、でかっていうとそのルールで戦っているからこそね その、そのルールで戦ってトップにいるっていうことは、まあ、その会社が得意な戦い方なわけですよね。なので、同じようなルールで戦うっていうのは、その会社にとって有利な戦い方で戦うということなので、まあまあ、すごくね、不利な状況なわけですよ。わざわざ不利な状況で、状況で戦いに行くようなもんなんですね。なので、自分の有利な状況にね、どうやって持っていくかっていうのがすごく、 ポイントになってくるわけですね、まあ、ここで常識を破るというのがポイントになってくるんですけどじゃあね常識を破る時のポイントっていうのは何かというとねこれ競合ね敵にね、まあ、回すというのは、まあ、あんまりねあのポジティブなことではないと思うんですけどもっとね強い味方をつけるというのがポイントになってくるんですけどねどういうことかというとお客さんですね自分のビジネスをね支えてくれるお客さんお客さんにとってメリットがあるような形で常識を破るというのがこの常識を破って成果を出すっていうのののポイントの一つになります まあ最大のポイントと言ってもいいですね。例えばなんですけど、さっきのね、ジレットでいくと、このカミソリですね。カミソリをね、こう、買え場にすることによって、まあ、刃を研がないといけないという煩わしさからお客さんを解放しましたね。まあ、さっきの CD のやつでいくと、まあ、iTune とかね、ある方が便利じゃないですか。で、Amazon 本を書いた方が便利ですよ、ネットでね。というような形で、お客さんにとってメリットがある形で常識を破っていくいう。これがポイントになります。 で、あなたの業界でですね、当たり前になっていることっていうのがいくつかあると思うんですけど、その中でもね、ここちょっとおかしいんちゃうかなとか、そこで不合りじゃないとか、だからコロナのね、状況を考えると、ちょっと前まではね、そのやり方良かったかもしれないですけど、今はちょっとそれ合ってないんじゃないみたいなことを。 ね、あの、感じることがあれば、それがね、お客さんのためにとって、こういい、いいとは言えへんなっていうようなことがあれば、そこはね、そこのポイントを破る、その常識を破るポイントになっている可能性があるということですね。で、その常識を破って、お客さんにね、大きなメリットを提供することができれば、自分でね、その取り組んでやれば、お客さんからね、大きなリターンね、売り上げという形で、大きなリターンを得られる可能性があるということですね。そしてですね、こう、常識を破って、まあ、うまくいってと。 でそれで、大きな成果をつかむということになればですね、その成果が大きければ大きいほど、こう強豪からね、こう風邪がたればね、すごくわーっていう感じになっちゃうんですけど、それについてですね、ダン・ケンリからのね、言葉がもう一つあるので、それをね、最後に紹介して締めたいと思います。まあ、どんな言葉かというとですね、反感を買うことを恐れてはいけない。胸に抱く野望が大きければ、それだけ反感を買う可能性も大きくなる。どの程度有意義なことを成し遂げられるかは、どの程度他人を怒らせる勇気があるかに比例すると。 いうことですね。ま男系的にはこういう風うに言ってます。まあ、やるしかないみたいなことですね。ま男系でかなり根性座ってますからね。で、このね。コロナの状況でやっぱりねこう。 状況が、ね、お客さんの状況とかビジネスを取り巻く環境が大きく変わったので昔はねすごくそれで良かったかもしれんけど今となってはこれって変じゃないっていうようなポイントが多分ねかなり多く出てきてると思うんですねでそのポイントねここはお客さんのためにもう今の現状から考えるとなってないんじゃないかというでこここういうふうに変えたらいいんじゃないかというところがあれば勇気を持ってねお客さんのためにそれにチャレンジしてみてくださいでねぜひねこの常識を破って成果をね大きく出すということで、まあ、成果をねつかみ取っていただければというふうに思ってこれはね今日はこれを紹介させていただきます いただきましたはい、ではですね今日はこれぐらいにしたいと思いますありがとうございましたいいクリスマス最後までご覧いただいてありがとうございますいいねチャンネル登録をよろしくお願いいたしますレスポンスチャンネルでは今質問を受け付けておりますコロナに関することやビジネスマーケティングのことなどあなたの質問をレスポンスチャンネルでお答えさせていただきます質問は概要欄からお願いいたしますあなたの質問お待ちしております